どうもエイクベーコンです。今回は笑点の座布団について解説するよ。実はね、笑点の座布団をやり取りするアイデアは江戸時代の老名主から、老の名の主って書いて老名主からヒントを得たものだという。その昔監獄に閉じ込められている囚人にも序列があり、偉い囚人は畳を積み重ねて高いところに座っていた。だからもうあれやな、もう下のやつはもう本当に冷たい床に正座せな、厳しい世界。いや、そこからアイディアを得たものだという。これちょっとね、解説しておこう。おい山田君、座布団1枚持ってきて。といえばおなじみ日本テレビのご長寿番組笑点の大喜利コーナー、面白い答えに対して座布団1枚となることはどなたもご存知だろう。出されたお題に対して面白い答えでセンスや芸を競い合うスタイルは大喜利形式と呼ばれ、大喜利もどんな意味なんやな、大喜利形式と呼ばれ、今では様々なバラエティ番組でも応用されている。ところで笑点が大喜利の小道具に座布団を使うようになったのは、その前身である金曜寄せという演芸番組から始まったもの。それ以前の大喜利は回答者がミスをしたり間違えたりすると顔に墨を塗ったり針線で頭を叩いたりして笑いを取っていた。羽子板みたいなものだね。で、この座布団をやり取りするアイデアは江戸時代の老名主からヒントを得た。そこから座布団を重ねるというアイデアが生まれたのである。それが畳ではなく座布団になったのは、あ、これ畳やったな。最初は畳って結構でかいやん。座布団になったのは座布団が落語に欠かせないアイテムだから。その座布団、長い番組の歴史の中で何度か色が変わっている。立川談志さんが司会の頃は淡いブルー、その後金色の座布団に変わり現在は紫色。紫の字に笑点の文字が白抜きですっぱ抜かられて描かれているのだが、これが1枚3万5千もする高級品なのである。もっと今値上がりでもっと高いんちゃう、5万ぐらいいってんちゃう。たかが小道具にと思うかもしれないが、座布団は笑点の顔、出演者の方もペラペラの座布団に上に座らされてもいまいち気分が出ないのかもしれない。いやもうね、ガンガン自分の日給よりもね座布団の方が高いっていうね。大喜利では洒落た回答を重ねて10枚貯まると商品がもらえるルールだが、座布団10枚の上に座れば35万円。下手な商品よりも座布団の方をもらいたいところだろう。いやー、座布団ください。